13回目となる海田市祭りは海田町民の交流の場としても親しまれ、当日はステージで太鼓の演奏もあります。また会場には子どもたちが段ボールで作った怪獣などが展示されるほか、木を使った遊びが体験できます。手作りのアイテムが並ぶこのお祭りは海田町の海田小学校で、あさって日曜日午前9時半から開かれます。呉市音頭町ではあさって、日常とは違う特別な空間で写真が撮れるフォトマルシェが開かれます。1日限りの特別なフォトブースでは、音頭の渦潮の中に潜っているような海の中が再現され、セルフ写真を撮ることができます。撮った写真を飾るフォトフレームのワークショップや地元グルメも出店するなど、親子で丸1日楽しめるイベントになっています。レター音頭フォトマルシェは呉市の音頭観光文化会館渦潮で、あさって日曜日午前10時半から始まります。東広島市では明日、黒瀬町の春を満喫できるイベントが開催されます。バザーやキッチンカー、ステージでコンサートも催される黒瀬桜フェスタ。当日誰でも参加できる桜ウォークは、3キロと6キロのコースに分かれ、春を感じながら町内を巡ります。夜桜も楽しめるよう、午後6時半からはライトアップも予定されています。黒瀬桜フェスタは東広島市の黒瀬障害学習センターで、明日土曜日午前11時から始まります。